はい。では続きをやっていきましょう。まあ、前回ね、再び古代に戻ってきて、まあ、シルバードというタイムマシンが使えるようになって、で、さらに頼まれていた嘆きの山の賢者を、救い出すことに成功したんですけれども、ただ、まあ、サラが、地上に降りてきてはいいんですけれども、まあ、海底神殿が完成してしまったという報告をしに来たんですが、ただ、まあ、ダルトンにつけられてまして、まあ、ダルトンに連れ去られて、サラは、天空に向かってしまったわけなんですけども、ちょっとそれを追っていく感じになりますね。で、まあ、天への道を開いておいたと、サラが言ってたので、前来た時と同じように普通に通れます。で、エンハーサとカジュアルは、特に前来た時とセリフの変化はないので、まあ、飛ばしちゃっていいかな。サラもね、この前、地上の村に来た時に、ここいちいち一回降りて、また登り直さなきゃいけないってことに、なんかめんどくささを覚えなかったのかな。少なくとも邪気は文句言ってそうですけど。あ、でもカジュアルでね、ちょっと一個やっておくことがありますね。前さ、ジールの宮殿で、ヌーのこちょこちょポイントを見切ったのを覚えておりますでしょうか。で、ちょっといたずらをしているヌーが、右の奥の部屋にいるので、こいつですね。前はこいつ話しかけることができなかったんですけども。こっちはこっちは。うく。こっちはこっちは。はう。こっちはこっちは。うきゃうきゃ。ということで、マジックカプセルを奪うことができるようになると。で、まあ、これ以上こちょこちょしても意味ないんで、まあ、この人がまあ言ってましたよね。まあ、特にセリフは変わらないんですけども、最近よく大切なカプセルは消え失せてしまうんじゃが、きっといたずらやけぬ目が隠してもらうときに違いない。その隠してるマジックカプセルを奪い取ることに成功しましたと。で、そうだな、マジックカプセルは、こっからクロムのに吸い込んでいいかな。シャイニングを覚えてたので。結構シャイニングを覚えるタイミングが早かったな。まあ途中結構ね、他のキャラの技を覚えさせようと思って、戦闘を結構繰り返しやった時が、裏であったんですけれども。で、ここのタイミングだとね、ここの店が使えたはず。あれ、これどっち答えるんだっけ？お前たち持ってるそれ、サラ様のペンダント。EA の方が正解だったかな？うん。OK。ハイを選んだら確かね、嘘つき嫌いとか言われるんだよな。で、まあ、ただここの武器はね、まあ、ちょっと高いよな。で、まあ、カエルの武器買っとくか。どうしようかな。確かね、宝箱からドロップできるものがあったんだよな。これよりも強力なやつ。まあ、一応間に合わせて買っておくか。一応、ここら辺はカエルをスタメンにしようかなとは思ってるんで。まあ、ちょっとグランドリオンとはしばらくお別れですね。勇者バッジも外しましょう。何にしようかな。まあ、HP 上げるっていうのも一つの手ではあるけれども、どうしますかね。なんか迷うんだよ。この辺のカエルって結構器用貧乏になっちゃうから、アタッカーとしてもちょっと中途半端だし、回復に関してもね、まあ、ヒールがずっと使えるのは貴重ではあるんだけれども、ただこの辺まで来ると、まあ、大抵の人はね、もうロボもヒールビームを覚えてると思うんですよ。魔王城とかティラン城あたりだと、全体回復使えるのって多分カエルぐらいしかいないんですけれども、ヒールビームをその時点でロボが覚えてるってケースはあんまりないと思うんですよね。とりあえず、あんまりお金ないんで、これだけに留めましょうか。まあ一応ね、使わない装備売っ払えば、ロボの装備も多分買えると思うんだけれども、最強装備にこだわらなくてもいいかなと。で、カ
れの場合、今ね、すごく伸長しましたけれども、それでも、エイラとかロボに比べると、攻撃力低いんですよ。さっきも言ったように、ちょっと、器用貧乏感あるんで、この時点で、使える技も、単体の最強技がジャンプ斬りで、全体魔法が、ウォーターガー使えますけれども、大した威力ではないので、で、まあ、行き先は、もう真ん中突っ切って、で、ここ確かセーブポイントもあるんですけども、まあセーブは今しなくていいかな。で、ここ入ると、ダルトンがいます。たく、あの、預言者の鎧が中に入れて、なぜこの俺様がこんなところで見張り？は、来やがったな。預言者の奴が何かボロを出すかと思って泳がせていたが、もうお前らも用済みだな。潔くしねえ。で、こいつはね、あ、そっか。攻撃してみろって言ってくんだっけ。なんか反撃してくるんだよ、確か。でもこれ攻撃しなかったところで結局鉄球投げつけてくるはずなんだよな。あんまり気にせず、強い技をガンガンぶつけた方がいいかもしんない。アイガソードもかますか。で、反撃食らったら別に回復すればいいっていう。まあまあですね。まあ、どうしよっかな。なんかね、ああいう鉄球とか食らわせてくると、カエルのヒールよりも、ケアラが使えるマールの方が良かったり、するんだよな。まあ、とりあえず攻めに出るか。まあ、あんまり鉄球気にしなくていいかな。そんないちいち気にしてたらやってけないんで。とりあえず1回で与えるダメージが大きい技を。ああ、もう終わったわ。まあ、これね、1周目だと、そこそこ食らっちゃうんで、最後のファイナルだっけ。あ、ラインボムか。あ、そうだ、ウルッカメガドンボム覚えたんだっけ。バカな。俺は永遠の力を手に入れるんだ。こんなところでやられてたまるか。で、逃げていきます。で、まあ、見張りがいなくなったので、クロノたちも海底神殿に向かうと。で、まあ、ここのダンジョン結構長いので、今までの魔王城とか、ティラン城よりも長いぐらいなので、まあ、メンバーは随時入れ替えつつ、やってっていいかなとは思いますね。で、ここにね、リオンがいます。黒い気が高まってくる。怖いものが目が覚ましちゃうよ。怖いもの、ラボスですね。さあ、サラよ。魔人機のパワーを限界まで上げるのだ。サラ、わらわの言うことが聞けるのか？わかりました、母上。まあ今、魔人機を操作できるのがサラしかいないっていうことなんですけど、おお、なんと眩い輝き、素晴らしきラボス様の力よ。で、預言者は何か思うところがあるようですな。で、まあ、さっきも言ったように、本当にここな、結構長いので、まあ、カットしつつになるかもしれないし、2パートに分けるとか、そんな感じになるかもしれないですけど、まあ、多少戦闘もしてきますか。この黄色い化け物は、スカウターという敵で、こいつらは、あれか、天属性しか効かないんだっけ？色で判断する感じだったと思うんだけど。スカウターブルー、スカウターレッドとかいうのが確かいたはず。だからまあ、こいつらがいっぱいいるところは、複数の属性を使えるパーティーで挑んだ方がいいかな。まあ、魔王と戦う時と同じようなイメージで。これがスカウターレッドっすね。だからまあ、ルッカに、タイガーをかましてもらって、で、倒せる。スカ
カウターブラックとかよりはいないんで、名属性は特に出番はないですけども。あ、てか、あれだな。宝箱あったそこ。ルーンブレード。あー、ま、ルーンブレードもカエルの武器なんだけど、攻撃力自体はルーンブレードの方が高いんですよ。で、魔力も上がるし。で、エビルスレイヤーは魔法生物に 1.5 倍撃っていう特性があってですね。まあ、そこそこここのダンジョンって魔法生物が多かったりはするんですよ。まあ、このスカウトとかもそうなんですけど、ただこいつらは物理攻撃に耐性があるんで、あんまり役には立たないかな。まあでもどっちみちカエルにあんまり物理攻撃させる機会がないような気もするんで、エビースレイヤー買ったの失敗だったかもしれない。エターナルスーツ、まあこれは物理防御は高いんですけど、ただ特に耐性がついてるわけでもないので、まあプレート系の防具でいいかなと思いますね。でここ今通れないんで、ここ通れるようにしたいんですよ。でここの階をまあいろいろ回ることになるんですけど、あ、これスカウターブルースね、まあ、こいつらはウォーターガとかアイスガをくっつければ倒せます。こんな感じで、ただこの3属性がね、あのいっぺんに1種類ずつ襲ってくるシーンもあるんですよ、下の階ですけれども。でここがね、ビリオン、ミリオンだったっけ、どっち先だっけな、痛い。ビリオンの先か。ビリオン倒したらバリア解けんだっけ。うん、そう、ビリオン倒さないと、ミリオンはシールドがあるので、ろくに攻撃は通らないんですよ。で、お、今スイッチ押したいよな。このスイッチを押すことで道が開けるようになるんですけど、あ、回避できなかった。あれ、回避する手段なかったっけ？あかん！ロック使われた。まあいいや。ウォーターガード使えれば OK よ。で、この真ん中のジールメイジって敵は、人型の敵なんで、多分魔法生物ではないんですよね。天王剣。俺黒の武器ですけど、ツバメがあるからお呼びじゃないな。あの、ツバメ本当に、今の時点で破格の武器なので、しばらくこれでいきますね。なんならあの、最強装備が手に入るまでの間に合わせとしてやっていけるんで。あ、ここさっき入ったか。次は、おっと。ポイントエンカウントですな。あちゃ。そう、サンダが使えなくなっちゃった。万能薬使って、まあ、物理攻撃は今見たようにほぼ効かないんで。あれ、眠り。ああ、ミスか。めんどくせえことしてくんだ、こいつら。でそのロックを防ぐための防具があるんですよ。つけとくか。今レインボーメットつけてますけど、あ、これあれか。トップとスローか。時の帽子。守りの帽子だっけ。ロック防ぐ防具、今持ってないや。ごめんなさい。ちょっと間違えました。あの、ロック防ぐ防具もちゃんとあるんですよ。状態異常を防ぐための防具っていうのもちらほら出てはくるんですけれども、最終的には、あ、ウェーブショッカー、ウッカの装備です。まあ、最終的にはあのステータス異常完全防御っていう防具が当たり前のように出てきたりもするんで、それがあればあの全員につけさせるような感じに
くなりますね。あ、そう、ここだ。ここがね、デーモンキラー。デビルスレイヤー、マジで買う意味なかったな。魔法生物2倍撃。その攻撃力もデビルスレイヤーよりも上で、さらに特性も、デビルスレイヤーが魔法生物に 1.5 倍撃なのに対して、デーモンキラー2倍。っていう感じです。うん、ルーンブレードと、素の攻撃力も一緒ですね。だからまあデーモンキラーでいいかな。このね、なんか見えない壁をすり抜けていくっていうのは、ちょっとなんかドラクエ的要素あるよね。まあ FF でもあるか、こういうのは。FF6 でもなんか、目に見えない壁を抜けていくような、そういう仕掛けはちょこちょこあったような気がする。で、まあ、そうだ、ちょっと戦闘割と多めにやっちゃうかな。だとすれば、あ、ルッカも次覚える技がフレアか。まだその技をね、満足に覚えれてないキャラクターをちょっと優先的に使ってあげようか、ここは。あー、でも属性攻撃を使いたいからな。エイラとかロボちょっと微妙になっちゃうんだよな。やっぱルッカとカエルかマールって感じにはなっちゃうな。カエルをケアルが覚えさせてあげたいし、マール次アレイズか。結構遠いな。まあ、とりあえず、今この3人でいいか。クロノはもう覚えられる技がないんだけど。ソニックアロー。これはマールの武器だな。ここはね、一応こうやっていくと、エンカード回避できます。これを押すと、真ん中の方の道が、繋がると。で、こっち側、向こうの宝箱は、逆側に回ると、行けるようになりますね。じゃあちょっと戻りましょう。同じですね、これビリオン、ミリオン、ミリオンを先にぶっ倒して、え、まあ、ツバメいいでしょう、クリティカル出やすいし。お、デーモンキラーの本領発揮しましたね、今クリティカルなしで530のダメージで、ここはすぐ宝箱があるな。あ、まあいいや。クロノだったら OK。ハイガが使えれば OK。燃え尽きろ。で、まあちょっとな、魔法乱発してるから、MP の消費が結構大きいな。エターナルメット。これもまあさっきのエターナルスーツの兜バージョンかな。素の防御力は、まあ、レインボーメットよりも低いんだよな。だから、まあ、これでいいって感じかな。プラチナメットとかよりは強いけども。ファイザーアーム。これはロボの武器だな。うん、さっき買わなくてよかったな。で、これで、ここの階のフロアは一通り回ったことになるね。じゃあ先に進んでもいいんだけど、一旦どうしようかな。シェルター使っとくか。よし、回復したんで、行きましょう。ちょっとこいつらは邪魔くさいんですけども。ここにね、エレベーターがあって、あーそこ、カプセルがあるな。あれどうやって飛んだっけ、取り方があるんだよね。一旦戻ってくる必要があったの。あれ？ちょっと待って。あれ？戻れなくなっちゃった。あれ？戻れるはずなのに。あ、戻れた。ビビったー。なんかたまにこういうことあるな。ここは、避けれなかったっけ？避けないか。
対攻撃で蹴散らしましょう。あ、そうか、反撃とかあったっけこいつら、忘れてた。生意気な、エイラの尻尾竜巻みたいな技だった。あ、ロック、危ねえ、サンダカが無駄になるところだった。サンダカじゃなくてもうシャイニングぶちかましていいかな。あ、仕留めきれなかった、やっぱシャイニングしとけばよかった。ゴールドピアスつけてるからシャイニングの MP 消費も5で済むんだよな。結構いかれてるよなそれ。ああギリ倒した。セクラノはね魔法乱発してもいいな今。ゴールドピアスがねチートすぎる。あ、で、ここね、なんか、やり過ごす手はあるんですけど、だから触れちゃうとダメなんですよ。あ、触れちゃった、触れちゃう、あ、もういいや。触れた分だけ戦うことになるっていう、そういう感じですね。だからまあ、最大で、ここは4体戦うことになりますけど、どうせなら4体戦えばよかったかな。で、この先もね、ここエンカウント回避できなかった、あ、ここはできるか。おっと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 、うん、避けることはできたけど、避けなくてよかったかな、もう戦っちゃえばよかったか。で、なんかギアの色違いがやってきます。でもあいつは戦いません。なんか逃げてきます。シャイニングぶちかますわ。面倒だ。魔力の低いクロノでも、これだけの大ダメージを与えることができます。カエルのキアルがあとどれぐらいかな、もうちょいだな、63。あ、で、ここにグランがいます。大昔から伝わる赤い石、その石からペンダントが、魔人器が作られ、そしてナイフが作られた。僕らはナイフに込められた物資の希望なんだよ。さあ、女王たちのところに行くつもりなら急がないと、頼むぜ兄ちゃんたち。赤いナイフとグランとリオンが関係してるんですよ。ということは、まあ初見だとそこまでわかんないか。ああ、感じる感じるぞ。永遠の生命の鼓動を。クククこ、この黒い木の渦は。で、ここに止めようとする人がいるんですけど、魔人気の様子が、女王様、これ以上危険です。魔人。母上。続けるのがさらだ。あともう少しだ。わらわは永遠の生命を手に入れる。我がジール王国は神の光に包まれるのだ。まあ、もともとはこういう人ではなかったんだけど、女王も。ラボスの力に見入られたあまり、まあ、精神を崩壊してああいう感じになってしまったんですけれども。ああ、でもここにねビリオンミリオンがいるんですよ。まあ、やっちゃいますか。別に倒し方は変わんないんで。で、ここがねちょっと戦闘めんどくさいところで、あー待って、エイラ絶対来た方がよかったかな。ここ結局ね、スカウターとかスカウターブルーは、違う属性当てたら反撃してくるはずなんですよ。だからここ結構めんどくさくて、一回ずつ倒す感じになっちゃうかな。こうやって。まあ、物理が効きづらい敵ではあるんだけれども、あ、今混乱したな、チームメイト。
ただエイラがいるとね、ハヤブサ切りで割と強引に倒せたりもするから、結構良かったりするんだよな。あ、でもルッカのウェーブショック結構混乱入るな。まあ相手にもよるけど、混乱耐性がない時には結構良かったですね。あ、まあただまあ今言ったようにちょっとエイラにしようか。ハヤブサ切りで攻めるのはありと思うな。このエレベーターは結構ね連続戦闘続いたはずだから結構めんどくさいんですよ。ここハヤブサ切りでまず下の3体を倒しましょう。横一線の攻撃がね、結構珍しい攻撃なんだけれども、範囲としては。単純に攻撃力自体も高いからね、ハヤブサ切りって。まあこんな感じで場面に応じていろんなキャラを使い分けていくのがいいかな。この海底神殿は。あ、キャラが覚えた。海底神殿だけに限らず、実質のラストダンジョンに当たるダンジョンがまだ後に控えてるんですけれども、そこもここ以上に長丁場になるんで、いろんなキャラ使い分けるっていうやり方はこの辺からやっていくといいかなと思います。まあ、今までだと例えば魔王城だったりティランジョンの場合はカエルとかエイラが固定キャラでどうしても外せなかったり、3人目しか2位で選べないっていうことが多かったんですけども、ティランジョを攻略した後は2人目3人目はもう2位で自由に選べるんで、そこはまあ個人のセンスで好きなキャラをどんどん使ってあげるといいかなと思います。こんな感じで物理耐性はこいつは高いけれども、ハヤブサ切りの攻撃力だったら強引に突き破れるって感じですね。あ、範囲に入らないな。じゃあサンダーで1体サンダー倒して、あとはもう物理攻撃で集中砲火しましょう。経験値とか技ポイントも美味しいので、ここの敵は これ上に戻る方法、戻る方法っつうか、さっき上のカプセルが見えたと思うんですけど、ちょっとあれを拾いに行こうかな。ここまで来てあれなんだけども、この辺カットでいいや。あ、ここだ、ここで、エレベーターは上に上がっちゃうと再び下に降りることができないので、またここから戻ることになっちゃうんですけども、なのでカットします。はい、というわけでここまで戻ってきました。で、今ここをスイッチを押しても意味がなくてですね、左右にいる敵を倒してレバーを引かないと意味がないんですよ。で、ここにスカウターがいるんですが、分裂して、各属性が出てきますと。で、まあ、早ぶさ切りでワンパンしましょう。そう、これ結構使えるんですよ。属性攻撃じゃないから、こいつらにはあまり有効ではないかなと思いきや、早ぶさ切りの攻撃力が強すぎるがゆえに、強引に打ち破れてしまうという。で、左のレバー引いたんで、次は右のレバーを引きに行きましょう。まあ、敵は同じです。だからもう戦い方も変わりません。ワンパンです。これね、ハヤブサ切りね、突っ飛んでたクロノが一体どうやって戻ってきたんだろうって、
疑問に思うんですけど、まあ深く考えない方向で。よし、ティラン城の時なんてね、あの足場ですっ飛んでたからね。本当にどうやって戻ってきたんだろうって。体全体に構い出しでをまとってたのかな。道が通じるようになります。この先にボスがいるんですけど、宝箱があります。エリクサーですね。誰使おうかな。まあ、まあ属性攻撃かな。やっぱ使えるのがありがたいのは、あ、待てよ、これだったらカエルとマールで水属性攻めるっていうのもありかな。でちょっと装備を見直しましょう。水属性攻めていこうと思いますんで、マーメイドメットをクロノに装備させまして、でカエルの場合はちょっとね、防御力落ちるんですけど、ブルーベストをつけてます。でマールにはブループレートっていう感じにしております。アクセサリーこれどうすっかな。マジック系の、あ、待って、マジックリングを確か今、ルッカにつけさせてたな。ちょっと一回外してもらって、マーブにマジックリングつけさせ、シルバーピアスさんままでいっか。黒のここではな、技あんま使う機会ないかもしんないな。バリアリングでもつけとくか。こんなんでいきましょう。でここまで来るとまたザルトンがいるんですね。本当にこんなところまで来やがったのか。どうやらお前らの力は見くびっていたようだ。だがそれもここまでだな。お前らの始末はこいつらがつけてくれるわ。こいつらって言ってくるんですよね。いでよゴーレムシスターズ一体かと思いきや2体いるんですね。まあ戦い方は前と変わんないです。まあ、鉄球とか使ってきますけども。で水属性で攻めてくるようにしたいんですよ。あ、危ねえ。今氷が使えるな。あ、待って、氷があって単体か。アイスウォーターは全体なんだけども。今食らっちゃったのでミドルポーションで回復しておこうか。でこれで水属性の攻撃を誘発することができると。まあ、前回は同じ戦法で火属性の攻撃を誘発するような戦い方をしてたんですけれども、これまあちょっとアイスウォーターだと火力が微妙に低いな。はい、回復してだな。アイスガソードで攻めるか。アイスガソードも地味に範囲攻撃のはずだから、こいつら近くに寄ってれば攻撃は届くんだけども、別にこいつら移動とかしないからな。一体ずつ倒すか。ライバーの時どれぐらいかな、試してみよう。ウォーターと全力切りだから大したことないか。あー、そこそこだな。せっかくだから氷河使う。クロノテール切って、なんかそこまでだな。キレの操作を通せるか。ミドル切りで打ちかましてるから。どうかな。あー、倒しきれなかった。しまった、鉄球投げてきた。まずいぞ。あねー。ちょっと待っていい、もう一回お前は水属性を真似しろ。
こんな感じでちょっと物理攻撃とか当てちゃうと、まねっこモードを切り替えてくるんで、気をつけないといけないんですよね。またアイスガショートでいくか。アイスガショートが一番一発のダメージ大きいかな。とりあえず左のやつは倒したと。念のため回復一発しておくか。効果がな、いまいち思ってたほど強くなかった。ああ、マールだけの特性として、特性というか魔法でヘイストがあるんですよ。ヘイストを使っておくと、もうガンガンターンを回すことができるっていう、そういう使い方もできます。終わったな。黒のゴールドピアス外してたせいで結構 MP の消費がえげつなかったけど、まあこんなもんですよ。ダブルキャールがシスターズをこうなればマスターゴーレムで、でも出してこないんですよね。ここでは なんだこの不気味な気の高まりは。 こいつが本当のラボスエネルギーかよ。なんだかこれはやばいことになりそうな気がするな。永遠の命を手に入れたとしても、その時もう死んじまってたんじゃ元も子もないからな。よし、今日のところは見逃してやる。あばよとかなんとか言って尻尾を巻いて逃げていきましたけど、まあダルトンとはこれで終わりではないですね。では一旦回復とセーブして、これ一区切りしましょうか。と言っても、ぶっちゃけね、回復する意味がないんだけれども。マジで意味ないっすよ。ここで回復する意味は。だから別にしなくていいかな。とりあえず、マールをね、ルッカに変えるか。ルッカに変えて、このメンバーで、次は行こうかなと思います。では、ちょっと動画としてここで一旦区切るかなと思います。また次回というか、続きを見てくださればと思いますので、よろしくお願いします。